越境攻撃でロシア国民のプーチン政権への不満プリコジンの乱に次ぐ高さにロシア国民の政権に対する不満がプリコジン氏の反乱以来最高レベルに達したことが分かりましたウクライナ軍によるロシア領内への越境攻撃によりロシア国民のプーチン政権に対する信頼が低下していますロシアの世論調査機関の調査によりますと当局の行為に 行きりを感じたと回答した人は、7月28日に18%だったのが、ウクライナによる攻撃後、8月11日に25%に増えました。23年6月に民間軍事会社ワグネルを率いて、プリコ人氏が反乱を起こした直後の26%に次ぐ高さとなっています。また、不安が広がっていると答えた人の割合も、 1>, 1週間で39%から45%に増加しました調査を行ったのはロシアの世論調査財団で調査は対面形式で行われています政権に対する否定的な意見が主張しにくい調査にもかかわらず不満が高まっている形ですウクライナ軍による越境攻撃続くロシア西部では 住民ら18万人のの大規模避難食料や寝具など不足との声もウクライナ軍はロシア西部で越境攻撃を続けていてロシア側では住民ら18万人の大規模な避難が進められていますが食料などの物資の不足を指摘する声も出ていますウクライナ軍の越境攻撃から逃れるためロシア西部のクルスク州では 住民ら十八万人の避難が進められています独立系メディアなどによりますと避難住民らから食料や寝具が不足しているとの声が出ているということです首都モスクワでは支援物資などを送る活動が始まっていますボランティア今最も必要とされるのは食料です秋が近づいているので暖かい衣類もとても重要ですモスクワ市民は モスクワ市民、領土をすぐに奪還しなければなりません。我々の国が攻撃されたのです。ロシアとウクライナの間で起きていることは、両国にとって悲劇です。勝者はいません。誰もが苦しんでいます。ロシアの政府系の世論調査団体によりますと、当局の行動に不満を感じると答えた人は25%と、先月下旬より7ポイント増えました。 去年6月に民間軍事会社、ワグネルの創設者、プリコチン氏が武装反乱を起こした後に26、26%を記録して以来の高さとなっていて、不満の高まりが伺えます。クルスク州の人口は100万人ほどで、当面ウクライナの陣地拡大はクルスク州の8分の1程度まで進みそうだ。州都などに人口が偏っているものの、 それでもさらに避難民が増えることは確かだろう前線周辺からも広く民間人を避難させなければならないただ高齢者など避難を拒否した人や要介護で移動できなかった人などがいるほか略奪目的の不定ロシア人が残っておりウクライナ軍に捕獲されたりしているウクライナ軍の支配地軍勢は予想以上に早く人地拡大に成功したことで 当初慌てた側面もあったようだがおおむねたいがなく行われているようだ戦況情報はロシア側ソースが先行していたがウクライナ側も情報を出すようになり給水車を背景にウクライナ兵と触れ合う子どもたちやプーチンを斬首にしろと憤る老人などの映像が上がっているただスジャ近辺以外は現在進行形の戦場であり やはりウクライナ側からの情報は少ない。連度の低いロシアの徴集兵プーチン氏の約束に反して今や戦闘の最前線にロシアのプーチン大統領はウクライナへの戦争を開始するにあたり気前よく約束していた徴集兵は戦闘に関与しないとしかしロシア政府がウクライナ軍による 自国の奥深くへの侵攻を食い止めるのに苦慮する中現地に配備された若い兵士らの家族は警鐘を鳴らしているロシアの SNS テレグラムをはじめとするソーシャルメディアで過去数日の間に共有されたメッセージは今回のような越境攻撃がロシアにとってどれほど不意をつかれたものだったかを明らかにする実際のところロシア軍は練度の低い徴集兵に ウクライナとの国境地域の防衛を任せていたロシアはウクライナと10年以上にわたって戦火を交えている国境が午前3時に複数の戦車で攻撃された時徴集兵しか防衛に当たっていなかったテレグラムではクルスク州に配備された徴集兵の母親だという女性がそのようなメッセージを共有したウクライナ軍は先週 同州が面する国境を越えてロシア領内に侵入した。下士官も契約軍人も一人もいなかった。兵士たちは誰も目にしなかった。息子は後で電話してきて言った。母さん僕らはショックを受けている。と。女性はそう明かした。CNN はロシア国防省にコメントを求めたが返答はない。徴収兵の配備はロシア国内で悩ましい問題だ。 彼らを戦地に送らないとするプーチン氏の再三にわたる約束に加え兵士らの母親や妻の声が伝統的に国内で一定の影響力を持つからだロシアの独立系ニュースメディアの取材に答えた女性は孫が徴集兵としてクルスク州に赴き現在行方不明だと説明した女性によれば孫は武器を一切持たないまま 国境から5 0 0ルほどのある村に配備された兵士たちに何ができたというのかシャベルでウクライナ軍兵士に立ち向かうのか女性はインタビューでそう問いかけたとされるネット上の署名サイトではプーチン氏に対して国境地域から徴収兵を撤退させるよう求める署名活動が行われているまたクルスク州で行方不明になった ロシア軍の徴集兵の家族だと主張する人々からの多くのメッセージがさまざまなソーシャルメディアに投稿されているウクライナ軍が今月6日に越境攻撃を仕掛けた際非常に容易に進攻できたのはロシアが国境の防衛を徴集兵に頼っていたためである降参が大きいウクライナ軍トップのシルスキー司令官が明らかにしたところによると 東軍兵士は侵攻開始以降ロシアの防衛線を突破して3 5キロ前進しているという限られた訓練武器はなしロシアではすべての健康な男性が徴集の対象になる招集されれば1年間の軍役が義務付けられる招集は通常春と秋の2回行われそれぞれ10万人を大幅に上回る数の若者が徴集兵となる。 兵役逃れは犯罪であり禁固刑に処されることもある昨年プーチン氏は招集年齢の上限を3年引き上げて30歳としたつまり18歳から30歳までであれば誰でも招集の対象となりうる職業軍人と異なり徴集兵は限定的な訓練のみを施されて認知に送られる国外への派遣は法律で禁じられており 戦闘活動ににも加わらなないいことになっているしかしロシアはしばしば徴集兵を長い国境線に沿って配備する彼らが攻撃を受ける事態は想定されていないウクライナ軍による奇襲を受けた際彼らには自分たちを守る準備が全くできていなかった今回国境地域へ徴集兵を配備した措置はロシアの反体制派の指導者からも批判を浴びた。 彼らはウクライナに対して激しい軍事作戦を遂行しながらロシアの国境地域には満足な軍隊を配備しないロシアの状況に言及プーチン氏にロシアを守る気はなく己の保身にしか関心がないと非難した徴集兵が捕虜に少なくとも徴集兵の一部は捕らえられ捕虜としてウクライナに送られたようだウクライナのゼレンスキー大統領は今週 自軍がククルスク州への侵攻を続ける中で捕虜を獲得していることを確認したウクライナ軍もロシア軍の捕虜だと主張する複数の動画と画像を公開したその中には非常に若く見える兵士が含まれる15日には戦争捕虜の扱いに携わるウクライナ政府の部局もロシア兵の一部隊がクルスク州で投降し捕虜になったと明らかにした ウクライナ保安局 SBU の情報筋が当日 CNN に明らかにしたところによるとこの時捉えたロシア兵の数はこれまで一度に捕虜にした同軍の兵士の数として最多だった AFP 通信が国境付近で撮影した動画にはウクライナ軍のトラックが目隠しをされた男性の一軍を運搬する様子が映っている 彼らはロシア軍の軍服らしきものを身につけている。